ピンポンパンパーン。お知らせです。このお話はゲーム中のある1エピソードのアフターストーリーとなってます。身体測定の前に痩せ薬を作ったお話ね。そうそう、園長が困ったことになっちゃうやつだよね。ひなた、お前がちゃんと説明しなかったからそうなったんだからな。私も知らなかったので学園長のおかげで助かりました。くそー、一言だと思って。というわけなので、ネタバレが嫌だっていうみんなはゲームをプレイしてからこのドラマを聞いてね。はい、やめるなら今のうちだよ。5、4、3、2、1、0。いいの？本当にいいの？じゃあ問題なしってことで。あ、そうそう、ネタバレ上等、インストールしながら聞くぜって人のために簡単に自己紹介しとく？そうね、それもいいかもしれないわね。じゃあ私から。私は柊まつり、勇者学園の2年生で生徒会長をしているわ。でも4人しかいないから半分名前だけになってるわね。好きなものは可愛いものや辛いもの。一番好きなのはいっちゃんを抱きしめて充電することね。じゃあひなちゃん、次どうぞ。私は草壁ひなた、勇者学園の1年生の萌えもんテーマーだよ。私が好きなものはね、萌えもんとか読書とかかな。よく図書室で寝落ちしてるじゃないか。難しい本読みながらうたた寝するのって気持ちいいんだよね。あとね、学園からいなくなっちゃった萌えもんのみんなを探して日々ダンジョンに潜ってるよ。早くみんな戻ってくるといいな。では大鳥、園長どうぞ。うむ、私の名はステラ・フィッツジェラルドだ。1000年前にこの世界を魔王の支配から救った伝説の勇者の正当なる後継者だぞ。さらにアルピジ学園の主な舞台となる勇者学園の最上級生にして学園長、つまり一番偉い人というわけだな。忘れるなよ、私は英雄の子孫で一番大人で一番偉いんだからな。はいはい、そんなに念押ししなくても分かってるよ。ではアルピジ学園ソフマップ特典ドラマ CD、 せーの、ドキッ、女性とだけの身体測定。伸ばしたりしてもいいんですか？真正面から堂々とが書くんだって時々言ってますよね。ぐもももももももならば真正面から堂々と。太ったかもしれんので延期しよう。却下です。
違う方向に堂々とされても困ります。もうダメか。はい、じゃあカーテンを閉めて準備しましょうか。はい、シュパッシュパパッと。耳や目は来週病院に予約を入れたからそこで検査ね。なので今日は身長、体重、脅威を測ります。はい。ひなた、ものは相談なのだが。先生がいないから私たちでお互いに測るんだけど、ズルとかしちゃダメよ。行く。お互いに実際の数字より少なく報告しようって協力するのとかもちろんダメよ。ギクギク。なに園長、物は相談って。いや、なんでもない。学園長、何年の付き合いだと思ってるんです？学園長が考えそうなことくらいお見通しですからね。はて、何のことかわからんな。はっはっは。ちなみに、少なくするのがダメなら胸だけ大きく報告しようっていうへりくつもダメですからね。すぐ。もう、そんなことばかり考えてちゃダメですよ。でも、園長らしいね。あとひなちゃん、道具の方に細工するのもダメよ。ドキン。ひなた、なんか落としたぞ。あ、それはダメ。これ、メジャー。1,2,3,4,5,6,7,8,9,20。ひなちゃん、このメジャー、10cmも詰めてあるんだけど、何かしら。なんだろうね。大事を取って、昨日新しいの買ってきたから、これ使ってね。はーい。残念。はいはい。じゃあ体操服に着替えてね。はーい。あ、そういえば女神様いないね。ふむ、セクハラ好きのあいつにしては珍しいな。性格から言って、むしろ張り切って測定役に名乗り出そうなものだが。それだったら女神様に、いっちゃんが徹夜明けなので今日は寮で寝てますよって言っておきましたから。そしたら、あら、寝顔の写真撮ってこようってウキウキしながら寮に飛んでいきました。だからいっちゃんの尊い犠牲に感謝しましょう。とかなんとか言って、撮った写真を焼き増ししてもらうつもりでいるだろう。あら、学園長鋭い。私だってお前の考えそうなことくらい想像がつくんだからな。ブルマンブルマン。あ、園長下着がセクシー。ほら、ジロジロ見るな。おー、ツルツルすべすべ。これはまさにシルクの手触り。ってこら、尻を触るな。これやっぱり高い？万とかいっちゃうの？お前は何でも聞かんと気が済まんのか。ガーターも含めて2万くらいだ。そうなんだ。私上と下で3000円くらいのだからな。そういうのも持ってた方がいいかな。下着は値段じゃないわよ。安くて可愛いのなんていっぱいあるし。ただブラは大きいサイズだとそういう安くて可愛いのが少ないのよね。さりげなく余裕の発言。ん？ひなちゃん何か言った？ううん、なんでもない。とにかく値段にこだわらなくていいと思うわよ。そうなんだけどね。ここぞっていう勝負下着も欲しいかななんて最近思い始めて。園長みたいな紐のやつとかもちょっと興味あるかなって。ひなたは
紐というよりはスポーツブラって感じだな。紐は私のように年上で大人の女にこそ似合うものだぞ。じとな、なんだその冷めた目は。別に、なんでもないよ。あ、ひなちゃん、そのブラかわいい。どこで買ったの？これ駅前のモールの中にピンクジョンが入ったんだよ。そこで買ったの。ああ、最近 CM でよく見るブランドよね。そうなんだ、私も行きたいな。ジョジョ、今度は一緒に行こう。いっちゃんも連れてく？ふんふん、それいいね。いっくんも連れてこうよ。それで、どれが好き？とか聞いちゃったりして、勝負下着選びの参考になるわね。祭り、あんまりいくみを困らせるんじゃないぞ。別に困らせるつもりなんてないですよ。ただ聞くだけじゃないですか。嘘つき、いくみが慌てるのを見て楽しむ気満々だろう。やっぱりお見通しでしたか。でもそれは慌てるいっちゃんが可愛いのがいけないんです。そもそもお前たち、どんな下着をつけてるのか自分から男にバラして恥ずかしくないのか？いいえ、全然恥ずかしくないですよ。勝負下着って見せるの前提だし。そこは大人の女のたしなみとしてだな。まあいい、ほどほどにしておくんだぞ。はーい。さーて、みんな着替えたところで、まず身長から測りましょうか。ほい、きた。上履きを脱いで台の上に上がってね。はいはい、よっと。はい、背筋伸ばして顎は引いてね。ひなちゃんは156センチね。うん、去年より1センチ伸びたね。じゃあまーちゃんもどうぞどうぞ。よいしょっと。62だね。また去年よりもちょっと伸びたわね。まだ伸びてるんだ。身長高いとかっこいい服が似合うんだよね。でも女の子らしい服が似合わなくなるし、そこはどっちもどっちね。でも子供の頃だったらいいけど、やっぱり大人っぽいのとか着たくなる年頃だもん。そういうのって体のラインが綺麗じゃないとかっこ悪いじゃない。あ、その点園長は体のラインはスリムだからいいよね。なぜそこで胸を見る。気のせいだよ、被害妄想被害妄想。うん、食前とせんな。はい、じゃあ園長次どうぞ。うむ、よいしょっと。じー、なんだ学園長、さりげなく上履き履いたままですよね。ちっ、おーっと、いかんいかん、流行る思いが抑えられなかったのだろうな。では改めて、よっと。学園長、少しかかとが浮いてません？目ざといな。あれだ、上履きを脱いで台に乗るから冷たくて少し浮かせてただけだ。はい、言い訳はいいですから、かかとをつけてくださいね。あ、こら、肩を押さえるな。145っと。こら、正確には 145.2 だろ。勝手に切り捨てるな。言われてみると2ミリあるかもくらい。ずいぶん細かく覚えてるんですね。毎日自分で測っているからな。でも去年と身長同じでしたね。大丈夫大丈夫、きっと園長にもそのうち成長期が来るよ。だからなぜそこで私の胸を見る。被害妄想被害妄想。ももはい、じゃあ次は脅威を測りましょうか。
上だけ裸になってね。はーい、よいしょっと。ふっ、日向付き合いだ。ふっふっ、私の胸ばかりネタにしようって、覚悟しろ。いやー、くすぐったいよ。ほら、もうちょっと色気のある反応せんか。ちゃんと測り直せ。あんまりわがまま言ってると
69センチにしちゃいますよ。うわー、それはやめろ。わかった、70代を死守する方が大事だ。ついでだからお腹も測っちゃおっか。待て、それは身体測定に必要ないだろ。ふっふっふん、みるみる痩せるの効果気にならない？ならんならん、一切気にならんぞ。でも研究者としてはやっぱり気になるわけでして。私もちょっと興味あるわね。ひなた、目が怖いぞ。いいから来るな、近寄るな。まーちゃん、園長押さえてて。はがいじめっと。うわー、こら、うわー、なんせ裏切り者。はいはい、学園長、覚悟を決めてくださいね。待て待て、お前たち分かっててわざとやってるだろう。分からないよ、もしかしたら去年よりも減ってるかもしれないじゃない。ええ、身長と脅威が変わってないんですから、もしかしたらお腹は痩せてるかもしれませんよ。やめろ、腹だけは、今は腹だけはやめてくれ。シュルシュルとね、ババン、出ました、55センチ。2センチも増えてる。あら残念、胸はそのままでお腹だけ出ちゃいましたね。みるみる痩せるの効果てきめんだね。もうダメだ、この先1年、私は55センチの女と言われ続けるはめに。ありゃ、落ち込んじゃった。じゃあ次、ひなちゃんの番ね。メジャー貸して。はい、お手柔らかにお願いします。ひなちゃんの脅威は82センチね。は、やった、2センチも増えてる。ひなちゃん、ちょうどいい大きさでいいわね。もう、まーちゃん、またそんなことする。ちょうど手に収まるし、張りがあって乳首も上向いてるし。やだ、ちょっとこねくり回さないで。これはいわゆる離乳ってやつよね。ぎゅー、ビビビビビー、にゃー、わしづかみやめてー。ひなちゃんかわいい。でも私よりもずっとずっと大きいまーちゃんにいいって言われてもな。でも大きいと肩凝るし、剣を振るのに邪魔になることもあるし、ひなちゃんぐらいがちょうどいいのよ。羨ましい悩み。やっぱり人ってないものねだりだよね。ひなちゃんもお腹とか測る？ちょっと怖い気もするけど測ってみようかな。お腹が57で、お尻が85ね。どっちも去年より1センチくらい増えてるよ。ひなちゃんまだ1年生じゃない。背も伸びてるし、体全体が成長したってことよ。胸だけ増えてればいいのにな。でもひなちゃん、別に太ってるわけじゃないんだし、気にしなくてもいいんじゃないかしら。私はお腹周りもうちょっと痩せたいんだけどな。ふにふに。じゃあ今度は私の方もお願いね。はい、じゃあ上から測るね。ちょっと腕回すの大変。89センチっと。
私のお尻よりもある。いいなぁ、何カップくらいあるんだろう。カップで言うと G くらいね。 G か、うー、雲の上の話だよ。私 C と D の間くらいだし。あ、まーちゃんもお腹とか測る？じゃあお願いね。ラージャーっと、55。まーちゃん、そんなにおっぱいあるのにどうして私より細いの？修行してるからかしら。まさにボンキュー、羨ましいな。私も運動しようかな。ねえ、ちょっと持ち上げてみてもいい？別にいいけど、ちょっとだけよ。はあ、ずっしり、すごい。はあ、それに柔らかい、ふわふわ。もうひなちゃん、ちょっとくすぐったいわ。私の時だって触ったんだし、ちょっとくらいいいじゃない。おお、指が沈む。やだ、ちょっとそのくらいにしてね。はーい。まー、あ、ちゃん、おっぱいだけじゃなくて髪も綺麗。いいなぁ、手ぐしがスルスル通るよ。私ちょっとクセっ気だから、こっちも憧れちゃうなぁ。そう、ありがとう。これだけあると髪洗うのってやっぱり大変？そうね、やっぱり短かった頃に比べると時間かかっちゃうわね。ねえねえ、今度一緒にお風呂入ろう。手伝ってあげる。おさわりは禁止だからね。努力はするよ。じゃあ最後に体重を測って終わりにしましょうか。はーい。ほら園長、うなだれてないで、立って立って。どう考えたって増えているに決まっているだろう。そうか、負け戦と分かって戦場に赴く者の気持ちとはこういうことなのだな。大げさですよ学園長。増えたのならまた減らせばいいだけじゃないですか。気軽に言うな。あら、怖い。じゃあ私から体重測るわね。グッドラック。あら、去年よりも1キロ増えてる。身長が増えたからじゃない？あ、そうよ、この服がいけないのよ。服を着たまま測るから。ちょっと待っててね、体操服すぐ脱いじゃうから。お待たせ、今度こそ。よいしょっと。52キロ。よかった、増えてない、増えてない。今日授業が終わったらクレープ食べに行こうっと。じゃあ次私も行くよっと。いくらだ？ちょっと園長、肩押さえないでよ、増えちゃうから。ち、あれ、嘘。どうした？私体重2キロも増えてるよ。あ、そうだよ、服だよね、体操服が重いんだよね。シャツポイプルもポイっと。はい、いざ。ひなた、目を閉じたままでは先に進まんぞ。だよね。
しら。ひなちゃん、息を吐き出しても体重はパタ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 。羽ばたいても軽くならん。諦めろ。結局1キロ増えちゃった。大丈夫よ、ひなちゃん。身長が伸びてたから太ったんじゃなくて成長よ。そうだよね、太ったんじゃないよね、成長だよね。よかったよかった、私もまーちゃんも太ってなかったよ。っていうところでぎっく、次は学園長の番ですね。お前ら、自分たちが終わったからって嬉しそうにしようって。とりあえず服は先に脱いでおくか。条件は揃えさせてもらわないとな。さて、行くぞ。でい。いくらです？待て、きっと誤作動を起こしたに違いない。こんな数字絶対にありえん。そうだ、下着だ。下着が重たいに決まっている。あ、ちょっと園長、そこまで脱いじゃうの。あら、まさに生まれたままの姿ね。わあ、園長肌白いね。それに、まだ産毛だし。こら、どこを見ている。女神様が見たら、よだれ流して喜びそう。ほんとね、追い払っておいてよかったわ。いざ。いくら。40キロだって。あ、去年から4キロ増えてるわね。ゴフッ。あ、そうなんだ。みるみる痩せるの効果以上に増えてるね。何もしないと3キロくらい太るだったかしら。うん、そうそう、やっぱり本に書いてある通りだったね。そこ楽しそうに話すな。くそ、たった瓶一つ分飲んだだけでこんなにも体重が増えるだなんて。あ、ダメだよ園長、体重計に八つ当たりしちゃう。こんな。あれ、何か落ちたよ。あら、ほんと、これ何かしら。女神様が描かれたバッジみたいな感じだけど、なんか小さな穴が開いてる。あと、なんかチカチカ光ってる。女神身体測定、すんなりと寮に行った。まさかとは思うが。ひなた、窓を開けろ。窓。うん。で、そいつに向かって何か喋ってみろ。園長は4キロ太ったよ。わざわざそれか。え、校内放送、しかも最大音量になってる。じゃあ近所の民家にまで丸聞こえではないか。園長、声が大きいよ。誰がこんなものを。決まっておる、一人しかおらんだろ、こんなもの。てい。くそ、あの女神め、乙女の恥じらいを世にさらしよって。あ、園長行っちゃった。裸のまま。うん、裸のまま。でね、園長は一矢まとわぬまま寮のいっくんの部屋まで走って行っちゃったんだ。そこで寝起きのいっくんに言われて、服着てないってことに初めて気がついたんだって。見るなー、
叫びながらドロップキックもらったっていっちゃん言ってたわ。うん、おかげでバッチリ見えちゃったってさ。それで女神様は窓の外から園長を見て喜んでたんだって。女神様の方が一枚上手だったわね。そうだね、めでたしめでたし。